キムジーさんです。お願いします、キムジーさん。声も顔も不器用なとこも全部全部。こんにちは、ゆりです。あのですね、はい、ゆりチャンネル、あの新しいコラボが決まりました、はい、3月5日にライブイベントレッドブルジュークボックスをするレッドブルさんです。すごいとこ来ましたね。やばい、これはかなりやばいよ。レッドブルジュークボックスっていうライブは、あの見に来てくれるお客さんとか、あの僕がこう選ぶっていうのがテーマの一つとなっていて、でライブの楽曲やあのこの演出をお客さんが決められたり、僕が一緒にコラボする人を選べたりするので、うん、はい、そういうねスペシャルなライブになっています、はい、で、あのドライフラワーが皆さんの投票であのパンクロックに決まりました、はい、ありがとうございます。投票ありがとうございます。はい、ゆうりチャンネルで、あの今回はこれ何やる感じなんですか。今回は、はいはい、1月9日成人式の日にレッドブルさんが渋谷で、はいはい、成人式のアフターパーティー的なイベントをやるんですが、はいはいはい、そこで我々ゆうりチャンネルのために2つの企画を提案してくれました。お、いいですね。で、どちらをやるかを我々に選んでいいそうです、はい、まず1つ目ですね、はい、変装してゲリラライブ。お、楽しそうだね。楽しそう、まあ、これはゆうりくんが変装してライブして新成人を驚かせるサプライズをする企画になったんです。お、いいですね、いいですね、いいですね。で2つ目、はいはい、2つ目、これが新成人とステージで合唱。あー、いいね、いいね、いいね。なるほどね、まあ、これもゆうりくんと新成人がドライフラワーを合唱する。ドライフラワーね、結構どっちも楽しそう。まあそうだね。ただ合唱の方は、うん、なんかすごくイメージできるのよ。あー、まあまあ正直言わんとしてることは、うん、なんとなく、うん、俺もさすがにあの学校行ってたから、うん、合唱はしたことあるから、ね、まあまあ、変装ってのは俺の人生でしたこと、あの、まあ、ゆうりチャンネルでしかない。チャッチーのね。チャッチー。そうですね。今まであの成功したことあんまりないですから、ね。ぶっちゃけ。本気のやつとかお願いできますか。お願いできますか。できるらしいですね。大丈夫みたいな。大人の気がするか。はい、はい、まあ、成人式ということで1月9日。なるほどなるほど。渋谷で。わかりました。やりますか。はい。はい、ということで、はい、1月9日の渋谷で特殊メイクしてゲリラライブをやるので、はい、あの皆さん動画楽しみにしていてください。だからってゆうりって言ったら。まあ、確かに有利って言われたら有利ってなるのかな。はい、ということで有利の特殊メイクが完成しました。それじゃあ有利お願いします。うわどうも有利です。正直全然戸惑ってる。普通におじいちゃん。完成度えぐい。レッドブル本気だった。これ手までちゃんと。そう、やっぱ手だけ綺麗はあれだから。手もなんか塗ってくれた。え、全部でどんぐらいかかってるの？時間？うん。それが4時間弱ぐらいかかってたんだけど、本当にあの腰が痛めたね、ずっと座ってるから、うん、でもさ、出来上がってこれじゃん、うん、これになってから腰痛いわ、ほんとおじいちゃんだ。完成したね。口は歌うからあんまりさ、あれじゃん、なんか鼻を変えてくれたんだって。鼻全然違う。鼻がマジおじいちゃん感出してる。めっちゃ一緒じゃない。出してる感じ。大きさ一緒かも。まあ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 、まあ、鼻俺もやりながらゲンタだって思って。確かに。ゆうりチャンネルゲリラライブ、はい、向かっていきたいと思います、はい、いいですか。はい、行きます。それじゃあレッドブルさんもよろしくお願いします。お願いします。行ってきます。飛ぶ飛ばね。腰痛い。この特殊メイク、うん、この目がさ、いつもよりはちっちゃくなってるじゃん、うん、だからさ、このまぶたが閉じちゃうんだよ、うん、めっちゃ眠たくなる。一番くつろいで見てくんない今、うん。ソファーで座ってるおじいちゃん。やばいよ、そろそろ見えてきちゃってる。嘘。いや、こっちはちょっと緊張すんな。お邪魔します。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。すごい。今日あの MC をやらせていただきます、はい、あの人事って言います。よろしくお願いします。人事さん。人事です。はい、ゆりです。ゆりさん、はい、存じ上げておりますが、ちょっと姿が違いすぎて。そうですよね。よろしくお願いします。まあ、ゆりさんのことは伝説の流し、はい、流しの、木村さん、はい、キムジーとして、はい、はい、
渋谷横丁の若者の渦の中に入っていただきます。わかりました。ゆうりチャンネル。すごいですね。まもなく MC 行きます。はい、ここからもう一つあります。皆さんこちらのステージに注目してください。この渋谷横丁で伝説の流しと言われている、知る人ぞ知る流しの木村さんに、新成人の皆さんに弾き語りを披露してもらいたいと思います。皆さん拍手をお迎えください。それでは登場していただきましょう。伝説の流し、キムジーさんです。お願いします。キムジーさん、キムジーさん。さあ、長いこと渋谷横丁でね、流しをされているということで、ちょっと新成人の皆さんに一言いただいてもいいですか。新成人の皆さん、おめでとうございます。いつも渋谷で流しをさせていただいています、キムジーと申します。今日若者の皆さんに喜んでもらえるようにこの曲を用意しました。いっぱい練習したので聴いてください。ドライフラワー。おーおーおー、多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色褪せる。多分君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりのんって言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経っては忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。角がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、今も
時間が経てばあきっと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 色褪せる。月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き愛色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。恋も顔も不器用なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。ああありがとうございます。盛り上がってくれてとても嬉しいです。もう一曲だけ歌わせてください。僕ら見つけ合っていた国合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法。僕らが手を並べて手に合って進んでく。つなぎ時だって泣かないって誓っただろう。はるか遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう祈りが。あの皆さん気づいてますか？キムジじゃなくてユーリです。改めてキムジこと木村エリサに大きな拍手ありがとうございます。ユーリさんといえばレッドブルジュークボックスを今年開催するんですよね。はい、それ3月5日にあの幕張メッセで、はい、あのレッドブルと の, あのライブイベントがありますので、皆さんよかったらぜひ遊びに来てください。イエーイ、行きます。行ってみますよ。 ありがとうございます。イエーイユーリさんに大きな大きな拍手、皆さんお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当におめでとうございます。サプライズ大成功ですね。大成功、よかった。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手お願いします。ゆりくん、ありがとう。ゆりチャンネル、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まず一旦、本当に謝らなきゃいけないことがあって、それで平泉成さんのモノマネ、はい、一言だったらいけんだけど、文章無理だった。確かに、確かに。やってから思った。俺文章できないよってあのドライフラーで気づかれたじゃん、うん、もうベテルギウスは超歌いやすかった。あ、うん、ただ左側にいた女の子2人組が、うんうん、え、これユリ、え、本当に嘘って、え、それ本当で一回チラッと見たんだけど、まあそうだよ、そういう子も絶対やっぱり違くないみたいな感じだった子もいた。でもまあまあ最終的にはこう、まあ、ネタバラした時はこうなってくれたから、あ、よかった。まあ、それを含めて、まあ、すごく良かったなと思います。1個いい、はい、なんか歌が本気すぎて、うん、もうここから地毛がはみ出てきて見えますかね。だって俺そんな動きする予定なかったの、うん、結構やっちゃった。ユーリがやりすぎてるんだよ、うん、多分、うん、俺がやりすぎた。とりあえずあの3月の5日 の,、はい、あのレッドブル、はい、あのジュークボックス、まあ、成功させたいということで、はい、あのこれからも頑張っていきますので皆さんぜひ遊びに来てください、はい、そんな感じで今日の動画は多分概要欄にいろいろチケット情報が、ね、皆さんぜひそちらもチェックしてください、はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じで今日の動画は終わりだと思います、はい、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんもっと明日おじいちゃんお疲れ。チャンネル登録お願いします。